ないようにこういう道具を使って遊んでいただきます。本当？めっちゃ怖いよ、高くて。うわ、本当に滑った。ユッホー！ユッホー！俺も踊りたい。なんで？なんで？なんで？イエーイ！湯沢中里！中里に到着。そう、このトンネルをくぐって、今日は湯沢中里のファーストアドベンチャーやりに来ました。フォレストアドベンチャーに到着しました。受付は代表者一人で来てください。お願いします。はい、フォレストアドベンチャーはこのような料金体系です。今日挑戦したのはキャノピーコース。なぜならアドベンチャーコースは小学校4年生から身長は130センチ以上。キャノピーコースを楽しみます。それからこれね、コース、高いところで油断するチックみたいなことをするんですけど、落ちないようにこういう道具を使って遊んでいただきます。取れないようになっているのかな。これがブリーフィングコースって言って練習コース、うん、入り口は1箇所なんですけども、私が入り口だとすると2番、3番、4番っていうね、1つのタワーから枝分かれでスタートしていくので、皆さんまた同じところに帰ってくるような形になって4つ割ると終了です。はい、そろーりそろーり。うわ、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。本当？めっちゃ狭。あー、楽しそう。どうちゃん、いけるいける。そうだ、やった、いったいったいった。イエーイ、ヤッホー。リアルターザ、やった、大成功。うん、結構高かったね今ね。高いよ。それではキャノピーコース2、 Here we go。ヘルゴー、ヘルゴー、ヘルゴー。いやー。よし、行けよ。めっちゃ怖いよ、高くて。本当に滑った。へえ、本当かよ、これ。あ、頑張れ。本当に、キウイゴー。いけー。すげー、やったやった、行けよ。オッケー、行くよ。イヤホー、うっふー。あー、これ難しい。頑張れ、青。頑張れ、ゆかちゃん。頑張れよ。めっちゃむずいじゃん、これ。めっちゃむずいね。ここにじゃないよ。いや、戻ろう、戻ろう。俺戻りたい。ダセー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 。俺の息子とは思えない発言だな、お前。一回落ちろ、一回落ちろ。すごい、進めて、進め、いけ、うぅほー。お尻着地しろよ、着地。おい、頑張れ。よし、やった、いいよ、レッツゴー、イエーイ、着地、おーし、ナイス、上手。小鳥、見ててよ、イヤホー。やっちゃった。あー、しょうがない、ここはそういう遊び場だ。これちょっと父ちゃんしんどいな。何がしんどいって、これ腰痛持ちのおじさんにこのトンネルは、これはしんどい。久しくほふく前進なんかしたことねえよ。よいしょ、頑張れ小鳥。ちょっと一回落っこちてみなよ。そう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 、手離す。でん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 。
でん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 手離してみろよ。うわー、俺このネットしんどいな。頑張れ、フィッシャーマンズトラップです。でん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 。ヤバちゃん、ヤン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 。青井選手はチリスケで有名です。一回降りないとダメでしょう。マジか。マジだ。イエーイ、やったー、着地。おー、まずはそれを先に上。違う、向きが違う。青井さん、こうでしょ。いいよ。よし、俺がいけんのか、これ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よっこいしょ。まだ、あー割れそう。いい？オーライ、青、思いっきりいけよ、最後だからな。いいよ。おー、ナイス着地。よし、行くぞー。ヤッホー、おー、やべーやべー、後ろ向きな着地成功。やったやったやった、ありがとうございました。いや、楽しかったね、みんな楽しかったね、小鳥ね。小鳥さん、どうでした、フォレストアドベンチャー。めっちゃ面白かった。めっちゃ面白かったね。ターザン、いや、ターザンめっちゃ面白かった。気持ちよかったね、最初怖かったけど。また来たいね。うん、めちゃめちゃおすすめ、フォレストアドベンチャー。フォレストアドベンチャー、大人も子供も楽しめる、最高。フォレストアドベンチャー楽しかった、おすすめです。夏休み超おすすめ。湯沢中里、また来るよ。俺たちの中里、俺たちの中里。よし、青い天然パーマステッカーをコモの玄関に置いてきて。わかった。ガクさん、こんにちは。夏の湯あっぱら、この冬必ず戻ってきます。さあ、今日のランチは道の駅三つ又。もう皆様お分かりですね。道の駅三つ又に来たということは、そうです、もつ煮丼です。もつ煮丼が恋しくて恋しくて仕方ない。青いはもつ煮丼で、外はもつ煮定食。やだ、やだ、やだ。見てこれ。どうしたの？ほら、4本。三つ又の駅の人が、本当？来ていただいてありがとうございます。これ飲んでください言ってくれたの。小鳥さん、本当ですか？すいません、ジュース、ありがとうございます。いただきます。僕はここのもつ煮に恋をしてます。本当に。4本いない。てん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 。私はここのもつ煮丼に恋をしてます。食べます。これ見えますか、これ。やばい、あ、ほら開いてるもん、蓋が。おいしい。妻、君がもしこれと同じ味のもつ煮を作れる妻だったら15倍愛してる。いいんだよね。いや、やばい、美味しい。道の駅三つ又、また来るよ。こっちって書いてあるね。こっち？苗場サマーパーク。到着しました、苗場。この苗場サマーパーク。さあ、プリンスホテル。今日はあいにくの雨です。外のアクティビティやってるかな。青井さん、あなたは何をしてみたいですか。行こうか、子供たちを。絶対やってないよ、雨です。聞いてみようよ。あ、いろいろありますね。さあ、苗バンジー挑戦してみましょう。まずは小鳥から。もうバッチリ。
お、来た。だんだん高くなってきた。おー、いいやつ。いいじゃない。もっと飛んで。そうだ。そんなんじゃシャツ隊に入れないぞ、ことに。もっとだ。もっと行けっしょ。そうだろう。もっと飛べよ。よし、それでは行っていけ。むっちゃどんくせえな、お前。よし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 。さあ、次は彼らはこの雨の中ふわふわトランポリンやりそうですけども、というかこれかなり濡れますよ。いいですか。いってらっしゃい。楽しんでくれ、俺の子供たちよ。イエーイ。最高。小鳥さん、一緒濡れやないかい。お前もびっしょびしょやないかい。現在の苗場はこんな感じです。絶対に父ちゃんが選びたい車があります。それはこれです。もうね、これ俺絶対これ。やった、俺のホーネット。これがコントローラーです。左手すげー。左に行くときは左に回して、はい、コース。お姉さん、僕はね、はい、東日本選手権ジュニアクラス2位の車を持って。本当ですか。それは楽しみです。おー、すごい。思い出の品ですね、じゃあ。いや、熱くなったぜ、RC。青いからの、苗場ドラゴン。バイバイ。楽しかったね、うん、苗場。こんな雨の中だったけどさ、そして誰もお客さんいなかったけど、苗場様、苗場様、悪くない。父ちゃん、今どこ向かってんの？これからね、群馬県の僕たちが大好きな温泉行こうと思います。今日はね、このまま17号を群馬方面にね、向かっていくので、三国峠という峠をドライブして帰りたいと思います。はい、Here we go. Thank you, 苗場。楽しかったよ。あはあ、すみさん。混んでない。全く混んでない。こんないい場所余裕で止められちゃったもん。到着。今回の旅のフィニッシュは満天星の湯、群馬県。猿ヶ京温泉ですね。ここでゆっくり使ってから帰ります。あ、いいお風呂だったね。うん、いいお風呂だったよ。あとさ、ほら、外の露天風呂4つあったでしょ？小鳥たちもそうだった？いい湯でしたね。満天星の湯でした。すごい空いてました。ちゃんと考えられてたね。半分ぐらいしかキャパが入らないようにね、温泉を楽しませていただきました。ありがとうございました。だからさ、国にちゃんと人数をコントロールして快適にお風呂入らせてくれるんだったらさ、その分ちょっと上乗せして取ってもいいよね。それじゃあこっからはのんびり家に向かって帰りましょう。今日は月夜野から乗って帰りましょう。バイ。最後まで見てくれてありがとうございました。高評価、チャンネル登録、お願いします。